久保さん。今回あの、会長の最後の言葉にしましょうか。会長の最後の言葉。まあ僕が最後言われたのが、まあそれじゃ一人でやっていけないぞって言われましたね。はい。<laughs> まあその通りだなと思いましたね。うん。まあ一人で、あの、全責任を負って、一人で足踏んでいくってことは、どんな不合理なことでも、 自分で乗り越えていかないといけない。それがあ、起業する、一人でやるっていうことなので、まあ実際その僕はもう会社に長くいましたので、あの会社がやばい時に、まあ、えー、会長が何を動いてたのかあっていうのを、まあいろいろと知ってるので、うん、だからやっぱ、うーん、まだまだ僕の考え方が浅かったっていうのが、 まあ結論でしょうね。まあだからやっぱ結局、なんだろうな、グループ会社の社長っていう、ただその流れでやっちゃったんで、自分一人で起業したっていうわけじゃないので、だからその、そこの腹のくくり方が弱かったんでしょうね。エスカレーターで、えー、なんだ、あの、社長になったっていうだけなんで、うん、ん、自分たった一人で起業して、たった一人で大きくしていくっていうことをしてなかったので、 うん、だからそこかなと思いますね。うん、だからやっぱね、あの、一人で稼ぐっていうことは、やっぱ常に考えるし、常に責任持って、あの、責任持ってというか、なんか、なんか起こった時に、まあ自分が全部それをリカバリーしないといけないので、僕が行き着いた答えは、自分を最強にするとですね。自分を最強にすると。 だからもうスキルを磨き続けるってことですね。これが最大の防御だと僕は思いますね。自分のスキルをもう最,最高峰に磨いていく。これこそが最大の防御である最。最大の責任であると。うん。なんか俺行き着いた僕のい,いただきの答えみたいな感じですね。多分これ以上ないんじゃないかなっていう <laughs>。自分、己のスキルが己を守ってくれるって話ですね。で、自分に何もなかったら、 誰も、例えば、分かりやすい例で言うならば、60歳になって会社でサラリーマンで働いていて、リストラになったときに、自分のスキルがなかったら自分で稼げないわけですよ。まあ、自分の、自分一人で稼ぐというスキルがなかった場合、もう再就職難しいですよね。うん。でも、自分で一人で稼ぐスキルがあったとするならば、60歳だったとしても、一人で飯食っていけるでしょうね。一人で稼げるスキルがあるわけですから。だから、防御じゃないですか。 うん、だからもう、己のスキルを圧倒的に磨くっていうのは一番いいんじゃないですかね。ただ、多くの人たちは自分のスキルを磨くっていうところに価値を感じてないというか、まあ、普通に考えればね、わかることなんだけれども、うーん、儲かる情報に右往左往するっていうね <laughs>。いや、なんかね、一回僕は仮想通貨がば爆練した時に、Facebook でこういう投稿したんですけど、 どの仮想通貨が上がるとか下がるとか、どの仮想通貨の価値が上がるとか下がるとか言ってる、言ってるんだったら、自分の価値上げた方が絶対儲かるよねっていうね、言ったんですけど、そうだと思いません <laughs> 自分の価値上げた方が最強じゃないですか。絶対儲かるじゃないですか。あれが儲かるのかな、これが儲かるのかなってやってるより、自分が儲けられる人になってればよくないですか。<laughs> え、それが究極じゃないですか。 いやそれができないからそういうのやってるんじゃないですかっていうなんだごた,ごたくはもう終わりにして <laughs> 自分のスキルを向上させるじ自分を成長させるっていうことに全力で生きた方が一番リスクヘッジになるんじゃないかなと思いますけどねうんはいということでいってらっしゃい